ラケウデン・リスティ教会はフィンランドのセーナきにある教会堂である。セーナきの教会とも、ラケウデン・リスティ教会はセーナきにある建築群アールトセンターを構成する建物の一つである。1951年建築家アルバ・アールトはセーナきの町によって開催された教会の設計者を募る建築コンペティションに参加した。 45に上る設計案が集められた中で、コンペティションの審査委員会の見解によると、アールトによるラケウクシエンリスティという名の設計案が最も優れていた。教会は1957年に着工され、1960年に完成した。教会の床面積は1600平方メートル強である。ホールは、 大聖堂の形が取られており、47メートルの長さを持つほか、1200の席がある。祭壇に近づくほど通路が狭く、床が低くなっており、後ろの方が床がおよそ60センチメートル高くなっている。祭壇部分の床や祭壇、説教壇には灰色と白色のイタリア製の大理石が用いられている。祭壇区は、エレン・アラカントという青年よ出身の テキスタイルデザイナーが手掛けたものである。建物の側面には細長い形状の窓が規則的に並んでいる。時計塔は65メートルの高さを持ち、塔の足元にはアールトのデザインによる彫刻作品、泉にいる鳩がある。教会の北側には小規模な礼拝堂が設けられており、窓に描かれた南ポフヤンマーの小川というタイトルの絵はアールトによるものである。 ありがとうございます。